はいどうも向井方です。今日は、この前の動画で、筋肉改造プロジェクトやったと思うんですけれど、その続きですね。とこは改めようと思いまして、食生活、改めていこうと思います。こちらです。はい、これ乳酸菌量です。で説明書にはなんか1日1本でいいって書いてたんですけど、もうね夏まで時間がないことで、今日も1ヶ月も一気に飲めようと思います。じゃあ始めていこうと思います。はい、じゃあここに今30本あるので、これ1ヶ月分今から飲んでいきたいと思います。一応タイムも測っていきましょう。よーいスタート。最初だからね、美味しい美味しい。まあね、2本目。いやでも最近寒くなってきたよね。やっぱね、冬になってね、寒くなってきたからちょっとね、まあ余裕ですけど、余裕ですけど、何かこれまだね、1週間分、たった乳酸菌1週間しか取ってないから、2週間目いきまーす。いこうと思います。もう2本飲みとかしちゃおうかな、ラック食いすぎるから。これやべえな。怖い、怖いよ。でもまだね、ムキムキになるためだから行くよ俺は。ね、すごい寒い。寒い。まあ、徐々にこうやってね、ブレイクタイム入ったので、ちょっと次から続けていきたいと思います。
いけるって、いけるって、いけるって信じろよ。寒い。はい、結果発表。はい、飲んだ本数14本、2週間分ですね。で、ちなみに今すごい寒いです。じゃあこれはまあ皆さんみんなで美味しく飲もうと思います。はい、じゃあ最後に謎かけを一つ。乳酸菌飲料とかけまして、乳酸菌飲料とかけまして、子育てと解きます。子育てと解きます。その心はどちらも成長があるでしょう。はい、向かい風寒い。